感じだったね。このシーンはあの入る前にも僕ら二人は、うん、涙をこらえるのが大変だったの、うん、特に僕はもう真水のためにも泣いちゃいけないと思ったから、泣いちゃいけないからね、うん、最後のお願い、もう段取りでとりあえず解放させて何で泣いて、泣いて本番は我慢しよっかとかしてね本番は我慢して、うん、段取りからすごい泣いたもんな。そうね、スタッフもなんか段取りから泣いちゃってすごかったえーみたいな、終わった後ちょっとどうしたのみたいな、誰もちょっと喋れないみたいになっちゃってキスの後ね、はい、本当はね泣き合って、うん、すごい監督のあのカットかけれない病が、そうね、欲しがっちゃってますすごいやん抱きしめられた時の私のまた号泣のスイッチが入りすぎてびっしょびしょ涙、本当にやばかった、すごいな、なんかこんなに泣いてる人泣きしめたのなんかこうあんまないじゃないですか、はいはいはい、なんかおー幸せみたいな床まで涙そうそう一緒じゃん、そうね、飛ぶんですよね、メイちゃんの涙とこう前にアニメじゃないかポーンってそれがなんかもうたくさんの人だね、いや、あのシーン良かったな、良かったよね、なかなかこういう経験できないんですよ、うん、役者も多分、うん、こういうなんかシーンとかってそうそうないよね、そうだね、こういうぴったりぴったりみたいなのない、全員が全員ぴったりっていう、スタッフさんも含めて本当にいい経験でした。余命ゼロだった彼女は輝き続けて、そして消えた。思い出してくれ、私がしたいことを代行してほしい、これ全部やってもらう、こんなところに閉じ込められて死ぬのを待つだけなんて残酷じゃないですか。もう何度も会えるわけじゃない、真水ねえ拓也くん、これが最後のお願いです。君は月夜に光り輝く、拓也くんのせいで私もう生きたくてしょうがなくなっちゃった。